皆さんこんにちは、ペストでございます。ワールドスタジアム2ですね、第5戦目やっていきましょう。さあ巨人とね、2回戦になります。先発はね、5先発か、まあ船木さんでいいか。新庄さんがちょっと調子上げてきて、檜山さんが絶好調、破れればねいいんだけど、大砲さん守れないんだね。平塚さんも悪いし、あ、坪井さん行こうか。坪井さん2番にしよう。全員あれやね、下向きやね。さあ昨日はねギリギリのさよなら勝ちでしたけどね。危なかったよね本当に。まあ抑えの切り札をね打ち出したのは大きかったですね。試合開始でございます。はい、行きましょう。あれ、あ、入った入った。タイガース先発は船木さんね、ドライチやね、この人も。さあ西さんはいきなり打球が左中間点々と、プラスはどころ、昨日日本ホームランを打たれたからね。松井さん、ああ鋭い打球、センターの横、タイムリー。さあダンカンさんの引きはレフト間に合いました、よかった。さあしかしジャイアンツが先制ですね。さあようやく最終打席でヒットが出た。新庄さんからね。これはうちや、あのどん詰まりやね。ボール球。あ、いい当たり、打球がぐんぐん上がるけどセンターを落ちてきました、センターフライ。タイガース初回は三者凡退。ジャイアンツは6番広沢さんからですね。よく捉えられるな今日は。とかね、コントローラーが相変わらずでしょう。さあ必死で戻った。8番キャッチャー杉山、鋭い、あー間に合わない。9番ピッチャー、これはピッチャーフライですね。おい、タイガースは4番のパウエルさんからになります。あー詰まった。どん詰まりになっちゃう。あーインサイドか。昨日ね、いっぱいに、しかし三者凡退、巨人のピッチャーにうまく封じ込められてますね。さすがミスターパーフェクトですね。1番セカンド西、ピッチャーゴロー。2番ショート
これはショートゴロ。ああ、三塁間抜ける。打球はセンターフライ。タイガースは7番今岡さんから。あはは、どん詰まりになった。ど真ん中いたね。あ、まい。センター前。ようやく初ヒット。結局は3人で終わりましたね。打球はセンターへ。新庄さん追いつきました。センターフライ。フォーク決まりました。三振。これでツーアウト。すくい上げた打球は坪井さんの守備範囲。あれボテボテになっちゃうね。センター前、クリーンヒット。3番セカンド。あはは、フォークか。鋭い野球。センター横。左中間リース。さあ、ランナー回る。タイムリー。あ、ボールやね。あれがストライクに見えちゃう。あ、うん、あ、どんず、おー、アウトやね。危ない危ない。走らんでよかった。あ、切れる。うん、切れた。抜けた、右中間。さあ、ランナーは三塁へ。スリーベース。三遊間ヒット。連続タイムリー。これで3点目。あー、ボテボテになった。バットの先端でしたね。はい、スリーアウト。さあ、しかし3点取って逆転しました。ジャイアンツは8番の杉山さんから。8番キャッチャー杉山。ショートゴロ、ワンツーアウト。これはピッチャーゴロ、ツーアウト。レフト前。
カンドゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ5回の表得点、タイガースは8番の矢野さんから。これはレフト引っ張った、クリント今日2安打。進塁打になりましたね、エンドランで。三遊間抜けた。なぜ走った三塁。あはははは、ボールダボっちゃった。入ってんねやろな、下が。よしよし、今日は清原さんを打ち取れてるね。あー真ん中行った、危ねえ。投げる、間に合った。ハンセンさんナイスリカバリー。さあ3対1のまま、回は6回裏。あははボテボテになった。よくてボール、これはこれは振っちゃった。さあインサイドに食い込んでくる球、レフト前。鋭い打球ライト線フェア。二三塁になりました。セーフ、あー危ねえ、サービス進んどけよかったね。犠牲フライになりました。抜けるかと思ったけどね、届かんかったね、やっぱり広い甲子園。これもいい打球、抜けた。左中間、あ危ない危ない。これはサードゴロ、うん、さあ5回の、あ6回の裏ね、2点追加しまして5対1になりました。先っちょになったね、平凡なセンターフライ。あーうまいこと打った。代打やね。おー そうか、ヒロさんがこんなとこに。センターフライ、ほぼ定位置。さあ船木さん7回ね、誰
あ、イリキさんか、右やな。はい、じゃあ代打いきましょう。こっちもタイムさん、代打タイム、もちろん一発で、あはははは、あ、抜けた。ああ、元内さんぐらいか。あれ？うん。で、決定ね。ああ、ゲッツーか。乗せんのうまいねんけどな。あー、抜けない。はい、我が、おっとっと、自慢のリーフ陣。シンカーシンカー気味に。これでツーアウト。3番ファースト、おお、すくい上げた。レフト間に合いました。危ない。スリーアウト。さあ8回裏、引っ張った。レフト線。広がる。レフト。ちょっとパウエルさん、パワーでいきましょう。点差開いてるし。ああ、打ち上げた。詰まったぞさあタッチアップ。6番ファースト、ヤギ。ああ、同じような構えな。ああ、引っ掛けた。8回裏、追加得点はなりませんでした。田村さん、続投。ゲームセット。今日は完勝でしたね。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。よいしょ、はい。では、成績とね、新聞見てお別れしましょうか。勝ち投手は船木さんね、負け投手が牧原さんで、他球場はスワローズ勝ちましたね。あ、謙信さんで負けたんや。9点も取られて。カープも強い。カープも今全勝中じゃないの。ちょっと、6試合目終わってから見ましょうか。あと新聞ね。
ハンセンさんね、すごいね。ね、文心くんがなんとか5割キープ12安打ね、うん、素晴らしかったですね。はい、今日も中吉ということでではご視聴ありがとうございました。次回は第 6試合目ですね、巨人との3回戦となりますね。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。